ぎチャンネル。はい、うらぎチャンネルです。よかった。よかった、危なかった。シックスポイントマッチ、ギリギリですけども、これで勝ち42。もう40にはいける？いや、河合さん約45まで危ない。果てしなく遠い気がするけど。45も飛んだから。いやけど39と40は全然違いますから。もう心の持ち方が全然違うよ。いや、確かに今マリノスの上、特殊的に上じゃないですかね。ちゃんと見てないですけど、下手したら結構上に行ってんじゃないですかね。しかもこのチームなら降格するチームじゃないな。そうですね、今日ちゃんと引き分けだったとしても、今日の試合振り返っていくと、画面からかなりスタッフソン、松尾、リンセン入って、やっぱりグッサーソン入ると縦パスがどんどん入りますね。守備も頑張ってましたよね、グッサーソン。とりあえず安心した、本当よかった。6月30日以来の最多。はい、あのジュビロ戦以来の。あれ以来勝ってねえのか。久しぶりのウィアーダイヤモンド。危ねえ。決戦な感じです。良かったとしか言いようがねえな今日。いやもう、ね、勝利がいらないという感じの内容でしたね。はい、選手でいうと一番誰が印象に残りました。俺松尾がすごかったな。やっぱプレスバック鬼だね。足速いですもんね。全然守備もいいじゃん。抜かれたとしてもあれで追いついちゃうんだから。2歩遅れても追いつきますからね。あれ柏の選手がダメだったの。いや、やっぱ責任でしたからね。遠い目いい選手です。日本代表ですからね。全然ビルドアップもね、良くてちゃんと攻めてましたし、今まで何だったんだと。スタッフソンだったんだな。スタッフソンですよ。で、途中から中島翔太っていう天才は常にピッチに一人のみみたいな感じで良かったですね。この後1週間後、これもまた残留争いの相手であるマリノス。マリノスさんはでもいろいろちょっとかわいそうだからな。じゃあそんな感じで最後に一言お願いします。いや、今日よかったよかった、はい、よかったけど まだまだ安心せず、はい、いきたいと思います。ありがとうございました、はい、ゲストに工場線ユーザー。はい、じゃあ優勝いたします。今日の試合どうでした、はい、いやもうどうなることかと思いました。危なかったですよね。危なかったですね。いやもうなんか最後も皆さんの気持ちで PK をもぎ取ったみたいな、はい、ゴールの瞬間どうでした。チアゴが決めてくれると確信してました、はい、今日の気持ちを最後に一言お願いします。いやこれでちょっと一安心ということで、はい、いいんじゃないでしょうか。内容は褒められたもんじゃありませんが、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。